では本日のおすすめ映画を教えてください。はい、本日はですね、もうこれはちょっと今となっては、DVD とかブルーレイも出てはいるんですけれども、まあ、しばらくずっとビデオしか出ていなかったっていうのところと、あとこの作品やっぱりね、どうしてももう、まあ、皆さんに知っていただきたいというところもありまして、ご紹介しますのが、こちらですね、スパイクスギャングという、スパイクスギャング、映画ですね。こちら、キレイさんご存知ですか？いや、わかんないです。これは何ですか？青春映画ですか？アクション映画ですか？青春西部劇ですね。はあ、はい。こちらにですね、ちょうど裏の、これはもう見事に捉えたキャッチコピーが書いてますね。西部を後にした3人の若者は青春との決別を見た。はあ。なんか ATG みたいな感じですね。そう、ATG みたいなものです。ああいうふうに、アメリカンニューシネマっていうのがありましたよね。若者たちが、こう、なんか、社会に抗っていったりとか、はい、あと自分探しみたいなのでこう悶々として、でも最後の方はこう潰されていくみたいな形の映画っていうのがたくさん、まあ、ちょっとものすごいざっくりとした表現になっちゃいましたけど、でそれの中で作られたアメリカンニューシネマ的な、価値観といいますか、作風の、まあ、西部劇なんですね。で、あの内容をざっくり言いますと、あの3人の若者が、まあ、いますと。でどっかその田舎の方、西部の時代ですね。でこう田舎の方でなんか農家の息子かなんかで生きているんですけれども、まあ、もうつまらないと、もうなんか何なんだと俺たちの人生みたいなのに一発当てたいみたいな思ってるわけですよ。でそういう時にだからたまたまなんかこう血だらけでなんか警察とかなんか賞金課税かなんかから追いかけられてきたなんかあるなんか一人のなんかならず者の強盗みたいなのが来るわけですよ。でそれをその主人公の3人がちょっとかくまってたまたま助けるわけですね。で、じゃあ、で、なんとか助かって、警察官もなんか逃げることができて、で、なんか、ここの借りは必ず返すとか言って、まあ、帰っていくわけですよね。その、とか、その、プッシュの件、あれは、強盗かなんか。で、それで、その、感化された主人公たちの若者たちが、あ、俺たちもあんなような自由な生き方しようって言って、もう田舎を飛び出して、で、なんかその強盗みたいなやろうとするんですけれども、そこを捕まったりとかするわけですよね。で、そんな時に出会ったのが、かつて助けた、その、なんか、凄腕の殺し屋というかあの強盗なんですね。でその強盗にこう弟子入りするような形で、それでそのみんなでこうギャング団みたいなのを組んでこうなんか旅をしていくみたいな、そういう話なんですよ。うん、でそれのなんか伝説的なこういうなんかローベテラン強盗みたいなのがスパイクっていうんです。だからスパイクスギャングっていうタイトルなんですけれども、まあ、スパイクギャング団みたいな意味ですねっていうの、はい、でなんですけれども、まあやっぱりその主人公たちがそこまで悪いにはなりきれないというかっていうところで、でもこうなんか銃撃戦とかやったりとかして、まあ、不本意ながらもこう人を殺してしまったりとかでこう罪悪感に駆られたりとかしたりして、で最後の方はどんどんこうなんか1人死に2人死にみたいな感じで結構厳しいような悲しい話で終わっていくんですけれども、だから本当にやりきれない青春映画っていうような形ですね。で主人公といいますか、まあ、全員主人公であるんですけれども、まあ、このベテランの強盗ですね、演じているのがリー・マービンですね。殺しの分け前ポイントブランクだとか北国の帝王だとかたくさんこう名作に出ている人たちですね。でその人たちがその人が、このベテランの強盗をやってまして、でこの下に映っている3人の若者たちですねが、まあ、その周り観客が感情移入するような主人公になるんですけれども、でその人たちがですね、ゲイリー・グライムスとロン・ハワードとチャーリー・マーティン・スミスが出てるんですけれども、ロン・ハワードはあれですよね、もう今となってはもう映画監督としてもう巨匠ですよね。あとチャーリー・マーティン・スミスですね、この人はあれです、アメリカン・グラフィティに出た人ですね。アメリカン・グラフィティってなんかメガネをかけてたとかトっぽい人ですね。それがこの映画でもこう出てるんですけど、そうでこの映画の中でそのマーティン、チャーリー・マーティン・スミスですね、この人が演じた人が目が悪いんですよ、この作中の中でですね。でだから拳銃とかって全然当たんないんですよ、目が悪いから。でこういう時代ってまだメガネっていうのがそこまで、まあ、普及してないというか、なんでそのリーマービン演じるそのベテランの強盗がお前目が悪いんじゃないかと、まあ、ちょっとこっち来いって言って、メガネ屋で行って俺はメガネ作ってやるって言って、でメガネを作ってもらってメガネかけるんですよ。したらすごいって言ってよく見えるって言って、逆にめちゃくちゃ当たるようになるみたいな。あ面白い。そうちょっと面白いですね。だからあれですよ、ドラえもんでもあったじゃないですか。劇場漫画なんかわかんないですけど、なんか戦国時代かなんかに行ってのび太の祖先に会うんですよ、のび太。はい。したらなんかもう全然こう 目が悪いからのび太の祖先も。でなんかその全然こう刀振っても全然相手当たらないとか弓矢打っても当たらないとかもうダメなんで、ダメ侍なんですよ。
で、メガで、のび太がたまたま自分のメガネを貸したらすごい見えるって言ってめちゃくちゃ活躍するっていう。ああ、のび太はあの射撃とか得意ですもんね。あ、そうです、そうです、はい、うん。そういうエピソードがあって、だから同じ、だもしかしてパクリとかじゃないですけど、あの藤子不二先生は、これ見て、結構着想を得てる。ところで、この映画は何年作られた映画なんですか？これは、74年。74年。はい。あ、じゃあ、あの、わりかしまだそういう時代の空気があった頃ですよね。あ、そうです、そうです、そうです。ね、そうです、そうです。完全にニューシネマ全盛で作られた映画ですね。はい。っていうような形で、で、本当にすごいよくできている映画でして、で、これの監督が、あの、リチャード・フライシャー。うん、リチャード・フライシャーご存知ですか？うん、はい、はい。はい。もう多分名前はよく書いてあると思うんですけども、本当にたくさん撮って方で名称ですね。もう今は亡くなっている方なんですけれども、うん、もう職人監督と言われている人で、もういろんな映画を撮ってますね。まあ、メジャーどころで言えば、海底2万マイルとか、あとミクロの決死圏とか、うん、もう60年代、70年代の主に活躍した人なんですけれども、そういうのも撮りつつ、なんかこうコメディも撮ったり、うん、いろいろあとあの、悪魔の生贄パート3っていうですね、うん、ホラー映画で、これ、当時80年代の映画なんですけど、3D 映画だったんですよ。うん、3D 映画みたいな、そういうのも撮ったりとかしつつ、あとこういう、スパイクス・ギャングみたいな映画も撮ったりとかして、うん、でもいろんな映画を本当に撮っている、本当職人監督っていう。あまりにも多様すぎて、はい、なんかこう一つの色で思い出せない監督なんですよね。はい、作風とかって言ってもみたいな感じで、うん、で、まあ基本的には原作とか脚本とかあった作品だったりしたんですけど、あったりとか、なおさら別に、どういうストーリーとかどういう世界観を作りたいかとかってもなんかもういろんなもの作ってるから、うん、捉えどころがなんか分かんないんですよねって。だからなかなか語るのも難しいところあるんですけれども、ただやっぱりあの映画ファンとか、とか僕みたいなやっぱ人間からすると、やっぱりこういうちょっと青春とかほろ苦いような作品とか、犯罪ものとかですね、がやっぱりその、やっぱり好きですね。だからそういった意味で有名なのは、考察魔ですね。ボストンストラングラーって、実際にあったこう連続殺人鬼、殺人鬼とか一応なんですかね、連続殺人者の。映画なんですけれども、デサルボ、トニー・デサルボかな、これですね、はい。のやつで、トニーじゃないか、とにかくデサルボですね、はい。で、それを、の事件を元にした映画があって、それは本当にすごい有名ですね、はい。で、特に黒沢清監督が本当にその映画、考察魔だったり、リチャード・フライシャーのことがもう本当に好きというか尊敬をしていて、で、だから今のインターネットでも、リチャード・フライシャーって日本語でカタカナですね、検索すると、その連想ワードで黒沢清って出てくるから、なんで、もうインタビューとかたくさん出てくるわけですよ。はい。まあ、よく、リチャード・フライシャーの映画が日本で、メジャー、東京の名画座とかでやるときとか、よく黒沢清監督とか、なんかトークショーとか呼ばれたりとかしますけれども、だそういうようなところで、本当にもう、まあ、いわゆるシネヒル映画ファンからしたら、本当にもう、ものすごいもう尊敬されている今では、映画監督なんですね。ただ、当時は本当にまあ、いわゆる B 級職人監督みたいな扱いだったみたいで、うん、今みたいに神格化されてるのはもう決してなかったみたいなんですけれども、うん、だから本当にだから日本でも例えはちょっと難しいですね。三池崇史監督でもちょっと違いますし、うん、深作欣二もちょっと若干近いのかなって気もするけど、うん、まあそれもまたちょっと違うので、難しいですね、なかなかちょっと、うん、はい。置き換えが難しいんですけど、あとあれですね、これも有名な話ですけれども、リチャード・フライシャー監督は、アメリカの、すみません。アニメ会社ですね。立ち上げて、スーパーマンのアニメとか作った、フライシャー兄弟ですね。うん、あれの、兄貴の方の、マックス・フライシャーの息子さんですね。はい。っていうのが、まあ、有名な話だったんです、一応。っていうところですね。で、リチャード・フライシャーの映画っていうのは、結構、こうですね、そういうメジャーなところですね、海底2万マイルとかは、まあ、そのビデオとか、うん、ビデオ、DVD とかも出たりしてるんですけど、結構こういうなんか B 級の犯罪ものとか、うん、実録ものとかっていうのはなかなか出てなかったりとかもして、結構本当に知る人ぞ知る作品だったりはしたんですけれども、最近ではですね、結構その DVD 化とかブルーレイとかもされるようになるとかしまして、ちょうどマンディンゴっていう映画がですね、はいはい、ちょっと前にこうリバイバルで劇場公開をしたりしてまして、マンディンゴっていうのはあれですね。あれはいつの19世紀とかですかね。ぐらいじゃあ、こう、平気でアメリカで黒人奴隷が、こうなんか横行していて、売買されたり、平気で殺されたりしていたような時代で作られた、まあ、それ黒人奴隷と、その白人のなんか農園の、なんか地主かなんかの映画なんですけど、本当に問題作って言われていた作品で。でそれも日本ではビデオとか出てましたけど、DVD は 2D でなんか作品だったんですが、まあ、最近は普通に劇場公開といいますか、リバイバルとかされるようになった人が、また、再評価といいますか、
若い人たちを中心にしてまたこう機運が高まっているところでは、あるんですけれども、でところでただやっぱり私はこのスパイクスギャングみたいな映画がやっぱり好きで、あとあのラストラン殺しの一匹狼っていう映画があるんですけれども、まあ、これも今 DVD で出てるんですけれども、これもあれですね、そのもうなんか引退しようかっていうふうに思っているあるなんか逃がし屋のドライバーの人が主人公がその最後のもう大仕事をやろうとしてでも破滅していくみたいな映画とか、あとあのセンチュリアンっていうあの警官のが主人公の映画があるんですけれども、それもなんかこのベテランのちょっとこうなんか限りが見えたあの警官がこうなんかちょっと人生のこうな終盤みたいなところでちょっとこうなんか一花咲かせようというか、もうちょっとこんな自分人生もうちょっとうまくいくんじゃないかと思ったら結局うまくいかないみたいな感じの、そういうなんかやりきれないなんか青春みたいな形の映画とか、サム・ペキンパーとか撮っていた映画とかもちょっと通じるんで、もあれとはまたちょっと違うような感じの、そういうのが本当にたくさんあった映画を作っている人だけで、スパイクス・ギャングなんかもその中の一本ですね。だからこれは本当にもうちょっとですね、ぜひはい、もう見ていただきたい作品ではありますね。でこの作品は長年、まあ、幻だったというか、そうですね、まあ、DVD は出てたんですけど、はい、もうしばらく DVD とかブルーレイじゃなくてちょっと 2年前かな、それがとかでようやく出たんですけれども、それまでは本当にだから一部の人とか、まあ、映画ファンとか見たりとかしてますけど、なかなかもうビデオ世代以降の人とかしたらちょっと見たくても見られないみたいな感じの結構作品だったんですね、はい、でも 今なってはまあ結構こう、まあでもあれか、DVD とかでレンタルは出てないから、そこまでちょっと買わないといけないので、あのそこまで、なんか、おいそれとは見られない作品だったりするんですけれども、だからこういうような、結構本当にテーマっていうのは、でも今でも本当に通じる作品で、そう、だから、日本の侍もんとかでもすごいよくあったじゃないですか、うん、なんか、田舎の方で、ほら、なんか、都に出て侍さんなるんだ、みたいな。まあ、だから、あの、ね、証券と小倉一郎が出た、あの、あの、市川崑監督のまた旅とかね、はい、あのもうそうですよね、はい、あのそういう木枯らし紋次郎を、まあ、まさに自分が撮ってたわけだけど、テレビで市川崑が、そういうまた旅ものを、うん、その時点での今の若者、長髪の若者とかが、はい、あの置き換えたらどうなるだろうみたいな、うん、そういう感性で作られている、まあまさにニューシネマ的な感覚で作られた時代劇。そうですね、坂本龍馬ものって言いますかね、ああいうような新選組とかも結構そういう感じの青春群像劇の置き換えてとかあります、ね、今度やる原田正尚監督もなんかそんなような予告編見るからそんなような感じの青春ものっぽいような感じの予告編でしたけど、やっぱ普遍的なやっぱそうあるんでしょうね、だからもう日本では侍だし、アメリカではまあガンマンと言いますかだったりするしみたいな、まあ、保安官、アメリカでまた保安官になる場合と、こういうなんかそういうならず者になる場合、ちょっと両方どっちか2パターンとありますけれども、そういった意味ではちょっと違いますよね、日本の場合だってそんなあれじゃないですか、なんか野党になりたいとか思い出すんじゃないじゃないですか、なんか、ね、ほらならず者になるんだみたいな、まあそういうのは、うん、ただまあ侍になるとか、中国に行って馬族になりたいとかね、はい、そういうのはある世代にとってはあったみたいですけどね、そこの新天地で、うん、はい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 、そうそうそう、うん、だやっぱそういうのはやっぱ常にあるんでしょうね、うん、まあ、最近はそんなないかもしれないですけど、うん、やっぱ一時期 その本当にニューシネマと呼ばれているものが、まあ、ヒットしていただいた、だから70年代までですかね、うん、ちょっと白毛世代の時代ですよね、そういう時でやっぱりそういうのはたくさんあったっていうところで、うん、でその中でももうで作られた、まあ、本当にドンピシャの一本なんですけれども、うん、ただその描かれているテーマであったり訴えかけるものは今でも全然通じるものであるというところなので、ぜひあの最近の若い人だったりとか、まあ、これから先の未来でもずっと見続けていただきたい作品ですね、はい、はい、というところで、こちら今回はスパイクスギャングで、 今でも扱ってるんですか、あのカセット、はい、扱っちゃいますね、当然、じゃあちょっとあの買うのにはという人はですね、あ、そうですね、レンタルの方がいやいやお安く、幻だった時代の、VHS のガストとかもですね、そう、またちょっとチリチリした画質がまたね、はい、ちょっと違うと思う、はい、アクセスしていただければと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。